が多いみたいだね。おふ…うえー、税金が増えるとかだったらやだな。なになに、求む錬金術師。アダレット王国は錬金術の有用性を認め、以後積極的に錬金術師を招致することに決めた。そのため新たにアトリエランク制度を創設。あと各アトリエにはランクに応じて補助金をはじめ、さまざまな優遇措置を取る。なお、ランクは試験により変動するものとする。制度への参加を希望するアトリエの代表者は工場まで受付に来ること。以上。スーちゃん、これすごいよ、この制度。だってランクを上げていけばお金をたくさんもらえる。え、国一番のアトリエ。うん、ほら、私たちのアトリエってお客さん全然来ないじゃない。そうだね、だいたいボルテールに取られちゃうし。でしょ。でもこの制度は試験が肝。完全に実力勝負でお客さんの数は関係ない。そっか、人気じゃ勝てなくてもランクだったら勝てるかもしれない。そういうこと。最高のランクに上がれば文句なしに国一番のアトリエじゃない。なるほど、すごい。スーちゃん、今すぐ参加しに行こうね。もちろん、受付は往生だったよね。待ってろよ、国一番のアトリエ。いらっしゃいました。もちろん今日はお祈りに来たんですよね。あー、もちろん違いますよ。ああ、まあ分かっていましたけど、二人の不信心には。ごめんなさい、私は別にいいんですけど、スーちゃんが。ほら、人のせいにするな。リリーだってお祈りは退屈だって言ってたじゃん。わあ、言っちゃダメ。違う、違うんです、シスター。いいのですよ、子供はみんなお祈りを嫌うものですからね。お祈りじゃないならここに遊びに来たのでしょ、今日は。ちょっとシスター、さっきから子供扱いはやめてくださいよ。私たちもう大人なんですから。子供の遊びは卒業したんです。ああ、そうですね、すみません。あなたたちのことは昔から見てきたので、つい。わかりました、もう大人だというのであれば当然
お祈りもしていってくれますよね。いやスーちゃん、私たち実はまだ子供なんじゃないかな。言われてみればそんな気もする。さあシスター遊びましょう、今すぐに。まったくでは以前いただいたボードゲームでも。シスター長すみません、本部から緊急の書簡が届いてるんですけど。わかりました、今行きます。すみませんリリー、スー、仕事が入ってしまったので遊ぶのはまた今度。本当にごめんなさいね。もう行っちゃった。シスター今日も忙しそうだね。はあ、偉い人だから仕方ないよ。また今度遊びに来よ。そうだね、ボードゲームやりたかったな。思いますよ。何せ制度に参加するには試験がありますから。え、そうなんだ。ルーちゃんもその試験を受けに来たの？いや、栄えあるアトリエヴォルテールはそんな試験免除に決まってます試験課題はあなたに作ってもらったんだもの、そりゃ受けても意味ないでしょう。アトリエヴォルテールはそんな試験免除に決まってるね。ルーシャー、ミレイユさん、わざわざ二人の前で言わなくても。ルーちゃんはいつも通りだね。それで受付の前に自己紹介をしちゃいましょうか。私はミレイユっていうの。国の事務全般を担当してるわ。もちろんアトリエランク制度周りもね。すごい、ジム全般を。じゃない、私はリリーって言います。私はスールです。よろしくお願いしますね、ミレイユさん。ええ、よろしくね、双子ちゃん。実は二人のことはもうリューシャちゃんから聞いてるの。とっても仲がいいんですってね。仲がいいっていうか、幼馴染っていうか、腐れ縁っていうか。羨ましい限りだわ。
私には年の近い幼馴染っていないから。さて本題に戻りましょうか。ルーシャちゃんが言ってた通り、ランク制度に参加するためには試験を受けてもらう必要があるの。はい、それは分かりました。でも試験ってどういう？それは今から教えるわ。簡単な試験よ。じゃあこれ夢の絵筆のレシピね。地味に難しそう。大丈夫かな。ああ、ランク制度に参加するからにはこれくらいはこなしてもらわないとね。レシピはアレンジしてもいいから、とにかくその道具を持ってきてちょうだい。いい？アトリエに帰るよ、リリー。うん、作れるかどうか確かめてみないとね。それでは失礼します。さーて、どうなるかしら。作るの大変そう。さすがルーちゃんが作ったレシピだね。ルーシャ錬金術の腕はすごいからな。でも全然無理ってわけでもなさそうだね。うん、材料さえあればなんとかなるかも。今から外に拾いに行ってみる。そうだね、そうしよう。外に出るなら薬はちゃんと持っていかないとね。
小遣い貯めて新しい本買ってきちゃった。後でゆっくり。あ、ちょっとスーちゃん、おっとと、どうしたのリリー。どうしたのじゃないよ、これ。ああ、私がさっき作ったやつじゃん。置きっぱなしにしちゃダメでしょ。何かの拍子に爆発したらどうするの。それにこんな無造作に置いといたら、いざって時に持っていくの忘れちゃうよ。しないこと、わかった？はい、わかりました。ごめんなさい。うむ、わかればよろしい。はぁ、リリーの言う通りだよね。反省しなきゃ。お、なにこれ、新品の本？これリリーの？お説教した自分が置き忘れてるじゃないの？ちょっとリリー、リリーってば！人を説教するときはまず自分が！てい！それ！
生活費の足しになれ。目的地は気の向くままに。自然の息吹が感じられる。よいしょ。森にいると落ち着くな。調合で使えそうだね。どんなの作ろうかな。使えるもの何も。
植物だね。Thank you.
私にだってできるもん。もう怒ったんだから。
材として使えそうだけど、重い。全力私にだってできるもん。きっと痛いよ。早打ち。うん、早打ち。私にだってできるもん。きっと痛いよ。私にだってできるもん。きっと痛いよ。早打ち。ふん、はっ、くらっちゃえ。さて、どこに行きますか。できたけど、本当にこれで大丈夫なのかな。
夢の絵筆っていうより悪夢の絵筆って感じだけど。でもレシピ通りに作るとこうなるよね。とりあえずミレイユさんに見せに行ってみる。うん、これで合ってるのかもしれないしね。まあ割と不安だけど。これじゃあ合格はあげられないわね。やっぱりそうですよね。いい線はいってるんだけど、あと少し工夫が足りないわね。試験は何度でも受けてもらって構わないから、また作ったら店に来てちょうだいね。わかりました。工夫、工夫か。リリ、帰るよ。作り方考え直してみなくっちゃ。さすがに気のせいだよね。もう工夫って言っても何も思い浮かばないや。私たちってやっぱり実力不足なのかな。ねえあなたたち、聞きたいことがあるんだけど。かもしれないね。師匠がいてくれたら。でもね、メルヴェイユって錬金術師少ないし、師匠になってくれそうな人なんて。ちょっと聞きなさいよ、あなたたちよ、あなたたち。何かご用ですか？道を聞きたくてね。王城ってこっちで合ってる？ええ、合ってますよ。王城に観光にでも行くんですか？いいえ、王様から呼び出されたのよ。それも直々にね。私はイルメリア・フォン・ラインウェバー。今をときめく超一流の大天才錬金術師よ。超一流の大天才錬金術師？輝いてる。輝きすぎて目が回る。すーちゃん、あれ、私まで。え、どうしたの？あなたたち大丈夫？ねえ。ごちそうさまでした。どうしてこうなったのかしら。王城に行く途中で腹ペコ姉妹に捕まって、なぜかご飯をご馳走してるだなんて。すみません。
でもイルメリアさんって本当にすごいんですね。その年でもう公認の錬金術師になってて、王様からアトリエをやってほしいって呼ばれるなんて。確か公認試験ってすごい難しいんですよね。いいなぁ、憧れちゃうなぁ。あ、別に大したことないわよ。それよりあなたたちが錬金術師だった方が驚きだわ。イルメリアさんに比べたら全然ですけどね。さっきだって試験に落ちちゃったし。ここにも試験なんてあるのね。せっかくだしちょっと見せてもらえる？意地が悪いわね、これ。うまい具合にレシピに穴が作られてる。アレンジはかって、アレンジしないとまともな道具は作れないじゃない。そうなんですか？イルメリアさん、さすがです。試験のからくりを一瞬で見抜いちゃうなんて。ま、当然ね。伊達に長く錬金術師をやってないもの。かっこいい。ねえ、スーちゃん、私思いついたんだけど。うん、きっと私も同じこと考えてる。イルメリアさん、私たちの師匠になってくれませんか？はあ？いきなりどういうこと？私たち師匠が欲しいんです。今までほぼ独学でやってきたけど限界を感じてて。私たち何としても錬金術うまくならなきゃいけないんです。だって国一番のアトリエにならなきゃいけないから。それがお母さんとの約束だから。でも他に頼れる人がいなくて。お願いします、私たちに錬金術を教えてください。そう、事情は分かった。私をからかってるわけじゃないみたいね。いいわ、考えてあげる。ただしあなたたちも一晩じっくり考えなさい。それで考えが変わらないようだったらまたこのアトリエに来ること。わかった？はーい、わかりました、イル師匠。師匠はまだ早い。ほら、帰った。私はこれから王城に行かなきゃいけないの。はーい、じゃあ帰ります。イル師匠、また。やれやれ、あの真剣な目、昔のあの子にそっくりね。それにしてもイル師匠か。意外と悪くないじゃない。限りだね。ランク制度が始まっても人気は衰えずか。やっぱり老舗だしね。うう、ジェラシー。あら、リリーに数じゃありませんか。え、めんどくさいのに見つかった。めんどくさいとは何ですか。めんどくさいとは
方、繁盛しているうちを羨ましげに見つめていた。と、思いっきりバレてる。そうだよ、ルーちゃんの言う通りだよ。毎日毎日大繁盛でいいなって話してたの。そうでしょそうでしょ、なんて言ったって私のアトリエですからね。ちなみに二人のアトリエはどんな感じなんですか。かんこどり、ガラガラ、回転休業。そこまでじゃないよ。そんなにお客さん多くもないけど。なるほど。もし二人が望むのであれば、商売繁盛の秘訣教えてあげますよ。あ、本当？教えてルーちゃん。結構です。ほら行くよリディ。やってしまいました。そんなつもりじゃなかったのに。お出かけお出かけ。かだできたな。喜べ。いらない画材を売って食材を買ってきてやったぞ。今はいいや。ご飯外でごちそうになったし。ごめん。それは明日のご飯にしようね。それじゃあおやすみ、お父さん。師匠はじっくり考えろって言ってたけど、私たちの考えは変わらないよね。もちろん、イル師匠優しそうだし、きっといろんなことを教えてくれるよ。うん、これで国一番のアトリエにも近づくはず。明日から楽しみだね。ごちそうさま。それじゃあお父さん、行ってくるよ。あ、どこに行くんだ。それは内緒。行ってきます。どんなものを作ろうか。次は何するんだっけ。
わね。考えは変わらなかったってことでいいのかしら。はい、やっぱり私たちイル師匠に錬金術を教わりたいって思ってます。だから改めてお願いします、師匠。あ、わかった。思いっきり厳しくいくから覚悟しなさいよね。はい。うん、いい返事。じゃあ早速授業開始といこうかしら。二人とも、そもそも錬金術ってどんなものか知ってる？え？材料を釜で混ぜたら物ができるってだけじゃないんですか？まあ、ものすごく大雑把に言えばそうなんだけど、正確には違っててね。錬金術は材料の声を聞き、自然の力を加えることで物体を変質させる術のことなの。材料の声？材料が喋ったりするってことですか？ええ、一部の優秀な錬金術師は実際に声を聞くこともあるみたい。それファンじゃなくてフライパン。うわー、スーちゃん起きて。ごめんなさい師匠。スーには座学は退屈だったかしら。まあいいわ、座学だけじゃ錬金術は上達しないもの。数年の座学を1年の経験が上回ることがある。それが錬金術ってものなのよ。二人とも釜の近くまで来てちょうだい。超一流の調合教えてあげる。調合はただ混ぜればいいってものじゃないわ。釜の温度、材料の入れ方、どれもセオリーがあってね。どんなものを作ろうかな。材料はっと、こんな感じでいける。よし、始めます。材料？まあいっか。とにかくこれが調合の基本よ。覚えておいてね。はい。この調子で調合を練習すればすぐに国一番のアトリエに。なれないわね。錬金術は調合が全てじゃないもの。錬金術は物を作り出す術。調合と並んで重要になってくるのが発想力よ。
発想力？そう、レシピをひらめく力って言い換えてもいいわね。ただこれは教えてどうにかなるものじゃないの。柔軟な思考を働かせながらいろんなことを経験する、これがレシピをひらめくには一番大事なことよ。というわけで課題よ、二人とも今から新しいレシピをいくつか考えてきなさい。急すぎませんか？新しいレシピを考えてくるなんて、そんなの。大丈夫よ、私の友達なんて一晩に二つも三つもレシピを作ってたんだから。とにかくいろいろやってみなさい。分かったらほら、言った言った。追い出された。イル師匠って実は結構スパルタ？かもしれないね。でも説明はすっごい分かりやすかった。説明は半分くらい寝てたけど、確かに教え方はすごく上手な気がする。師匠についていけばきっと立派な錬金術師になれるはず。頑張って課題をこなさないとね。いろんなことを経験してきっかけをつかむか。そうだ、依頼を受けてみるってどうかな。お金をもらえて経験も積める。一石二鳥じゃない。いい考えだと思うよ。じゃあ決まり、早速広場に行ってみよう。どこに行こうかな。Thank you.
てさて、どんな依頼がいいかな。経験を積むためだから、えり好みしちゃいけないよね。都の外に行かなきゃいけない依頼が多いね。外には魔物が出るし、準備はしっかりしないと。道具を作って持っていくのと、あとは武器と防具の準備かな。確かどっちもハギルさんのところで揃うはず。うん、じゃあ後でやってみようか。まあお金を貯めないと何も買えないけど。あ、すっかり忘れてた。もちろんよ。なんだ、魔物退治にでも行くつもりか。へへ、そうです。ナミール魔物たちをバッタバッタとなぎ倒そうと思って。大げさだよ。依頼のために都の外に行くから、そのための準備をしたくって。なるほどな。だったらうちの店はうってつけだ。剣でも銃でも鎧でも既製品も特注品も最高の品質を保証するぜ。俺様自慢の鍛冶の店、
好きなだけ見ていってくれよな。あ、遅くまで頑張ってるな。どれ？なるほど。まあ、よしとしましょう。ただし、シスターの仕事と兼任ですよ。わかったわ。精一杯頑張るわね。あれ、パメラさん、久しぶりですね。あら、リディちゃんにスーちゃん。久しぶり。結構長い間留守にしてましたけど、何をしてたんですか？お店に並べる品物を探してたの。掘り出し物をたくさん仕入れようと思って。パメラさん、相変わらずここでお店をやるつもりなんだ。ああ、教会でお店を開いちゃうなんて、パメラさんってかなり度胸があるよね。いいのよ。これも理由あってのことだもの。きっと神様も許してくれるはずよ。本当かな。いいんですか、シスター。彼女の言う通り、理由あってのことなので私も許可したのですよ。教会公認とまで言われると若干語弊がありますが。そう？まあとにかく、じゃーん、パメラのお店新装開店よ。二人ともじっくり見ていってちょうだいね。
綺麗にします。とりあえずできた。Thank you.
って敵だもん。きっと痛いよ。早打ち。はい。思いっきり。私にだって敵だもん。
やるこっぱやるこっぱやるこっと。新しいレシピ結構ひらめいたね。やってみると意外に思いつくものだな。うん、これだけ思いつけば課題は平気でしょ。そろそろイル師匠に見せに行ってみよう。何？お？
私が考えたクッキーの妖精なの。まだ生まれたばっかりなんだけど、世界中のみんなにクッキーを分け与えるために毎日頑張ってるんだ。いい、これいいよ。すっごくかわいい。気に入った。え？よし、じゃあ私の日記はクッキーくんを書くとしよう。うわあ、気に入ってくれたのは嬉しいけど、スーちゃんの日記、文字が極端に少ないよね。文章を書くのに慣れようって始めた交換日記なんだけどな。よーし、できた！チョコチップクッキーくん。さて、次はどんなクッキーくんを。まあ、楽しんでくれてるみたいだから、いっか。ねえねえ、すーちゃん、抹茶クッキーくんっていうのもありなんじゃない？すまんすまん、ジョーちゃんたちが良さげなものを持ってたからついな。そいつがあればジョーちゃんたち専用の装備品を作ってやれるぜ。専用の装備品？いい、お金持ちっぽくていい響き。ハゲルさん、その話詳しく聞かせてください。おうよ、まずはだな。というわけだ。なるほど、材料を持ち込めばオーダーメイドの装備品を作ってもらえるんですね。ああ、やっぱり専用のもんってのは愛着が湧くし、何よりも手に馴染む。つわけで、いつでも材料を持ってきてくんな。ジョーちゃんたちにぴったりのもん、こさえてやっからよ。あ、武器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。防具を作るのか。どれがいい。材料を選んでくんな。お出かけ、お出かけ。師匠、レシピいろいろ考えてきましたよ。あら、自信満々じゃない。さて、見せてもらおうかしら。うん、これなら合格よ。調合の時といい、
あなたたちかなり筋が良さそうね。本当ですか？もっと褒めちゃってもいいんですよ。こら、あんまり調子に乗らないの。まだまだひよっこなことに変わりはないんだから。ただ次のステップには進んで良さそうね。二人とも夢の絵筆のことは覚えてる？はい、覚えてますけど。今の二人ならあの道具を完璧に作れると思うの。正しいレシピをひらめいてしっかり調合をすればね。というわけで次の課題よ。夢の絵筆を作って私に見せてみなさい。私の弟子だもの。まさかできないなんて言わないわよね。はい、もちろんです。すっごいの作ってきますから。よろしい、それじゃあ待ってるわ。あ、わからないことがあったら聞きに来ていいわよ。その、頑張りなさい。あなたたちにならきっとできるから。よし、これならいけそう。どこ行く、どこ行く。新しいレシピ試してみよう。このレシピなら夢の絵筆もしっかり作れるはず。うん、焦って失敗しないようにだけ気をつけなきゃね。師匠も褒めてくれるかな。スーちゃん、師匠に見せに行ってみよう。やりー。さて、行き先は。いる師匠、夢の絵筆作ってきました。私たちの自信作ですよ。見てください。うん、文句のつけどころがないわ。やるじゃない、二人とも。本当ですか？頑張った甲斐がありました。これなら多分試験にも合格できるでしょう。どう？今から王城に届けに行ってみたら？あ、そうですね。でも一回落ちてるからちょっぴり不安だな。何よ、大丈夫って言ってるのに。じゃあ私がついて行ってあげようじゃない。何か文句を言われたら私が助ける。それでいいでしょ？わあ、師匠がいてくれたら100人力です。ぜひお願いします。わかったわ。じゃあ出かけるとしましょう。さあ行こう。
格してみせますから見ててくださいね。へえ、少しの間に随分自信がついたみたいね。これもあなたのおかげかしら。さあ、ただ前のままの二人だとは思わない方がいいですよ。いらっしゃい。これで。ありがとう。本当にこれ。じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。まさか短期間でここまで腕を上げてくるとはね。二人とも合格よ。アトリエランク制度への参加を認めましょう。イエーイ、やったね、リリー。ふん、 V だよ V。 これも全部師匠のおかげです。うんうん、これはあなたたちが頑張った成果よ。遠慮しないで胸を張りなさい。さすがイルメリアさんね。早速更新の指導に当たってるだなんて。あなたを C ランクとして招致したこと、やっぱり正解だったみたい。 C ランク？ C ランクってどれくらいすごいの？スーちゃんたちは今一番下のランクなしね。ランクは S と A から G、 それにランクなしの9つ。ってことは C ランクって上から4番目。ランク制度ってこの間始まったばっかりなのに。ええ、イルメリアさんはそれにふさわしい実力者。いいお師匠様を見つけたわね、二人とも。私がすごいのは当然ですけど、この二人もなかなかの逸材だと思いますよ。何せいつか国一番のアトリエになる二人ですから。そうでしょ？ね。はい！国一番のアトリエか。言葉だけじゃないってところ見せてちょうだいね。ありがとうございました。明日からよろしくお願いしますね。びっくりした。本当にうまくいくのか。さあ、でも今のところは怖いくらい順調よ。制度のおかげで有力な錬金術師が揃いつつある。それにあの双子ちゃん、イルメリアさんの弟子になったからにはあの子たちは絶対に伸びる。だからこのままいけばきっと大丈夫。少なくとも何もしないで待つよりははるかにマシよ。だな。あと一つだけ言っておきたいんだが、その顔ものすごく悪人みたいだぜ。うっさいわね。第3話、不思議な世界。面白いことを聞いたので確かめに来たんです。二人ともアトリエランク制度に参加したと聞きましたが。あ、それが面白いこと？確かに参加はしたけどさ。いいですか、ランク制度に参加するということは我がアトリエヴォルテールとしのぎを削るということ。
方やろくに錬金術の勉強もしたことがなく、制度に参加したばかりでランクなしのあなたたち、方や今までの実績を認められて最初から G ランクを与えられている私。まさにプリとタラゴン、これを面白いと言わずして何と言うんですか。え、ルーちゃんって G ランクだったの？ええ、その通りです、うん、あまりの差に驚いているようですね。いや、思ったより大したことないなって。な、確かに言葉だけ聞くと微妙そうですが、普通のアトリエはランクなしから始まるもので。えへへ、私たちの師匠はね、 C ランクからスタートなんだって。 C ランク？ありえません、そんな破格の待遇、私は信じませんよ。ま、別にいいけどさ。そうだな、そんなに差はないって分かったし、当面の目標はルーシャ越えってことにしちゃおっか。え？あ、いいねそれ。やっぱり身近な目標は決めた方がいいもんね。え？というわけでルーシャ、うかうかしてるとすぐに抜かしちゃうからよろしくねー。失礼します。バイバイルーちゃん。泣き虫ルーシャは相変わらずか。それはいいとして、ランクってどう上げるんだろうね。ああ、試験を受けるってこと以外わかんないや。ミヤユさんに聞くのが一番確実かも。うん、じゃあ話を聞きに行ってみましょうかね。